えー、次男性10代昭和の古代進さん変なペンネームだな私は隠れ右翼です隠れ右翼ですか、えー、子供の頃旧日本軍の海軍の海兵さんだった曽祖,祖父からひいおじいさんから大、えー、戦時の自慢話をよく聞かせてもらっていましたうんぬんくんぬん、うん、ぬんんぬん、えー、血縁者のひいおじいさんの現実的で生々しい戦闘体験を聞いていた私は岡田俊夫ファンではあるのですがかんこれ等の、えー、ものが大嫌いと命を懸けて祖国のために 戦ってくださった英霊たちを踏みにじるように、あんな小娘どもに大砲をつけてブヒブヒいってる連中とか。あと、授業や授業や映画で、まるで日本が気が狂って、汚い先制攻撃を仕掛けて、原爆や空襲は戦争だから、しょうがない。なんてことを言われると、なんだかなと思ってしまいます。政治もアメリカ、中国、ロシアに頭下げっぱなしで、経済も壊滅状態。若者は愛国心のかけらもなく、自分のことしか考えていない。時代錯誤も甚だしいとは思いますが、日本国民が。 一丸となることは、もうないの,でしょうかこの思想はやはりこの私の思想はやはり切り捨てるべきでしょうかとですねまずあの僕の方から思うのはですねあの隠れ右翼つまりまああのなんだろうな国家を愛するものというふうに解釈しましょうか、えー、だったらですねもうちょっと美しい日本語を書いていただきたいんですけどこれ僕今割とあの省略して読んだんですけどもなんか日本語がちょっとあまり綺麗 まず身だしなみを整えないとですね <laughs> あの右翼の各日本語はやっぱこんなんかというふうに思われるのでちょっと気をつけてくださいこの思想に別に僕は賛成も反対もしないんですけどもただ言えるのはですねあの国民が一丸となるっていうのはどういうことかっていうと国家の非常時だからなあの、何だろうな「えー、古福劇場」っていう中国のことわざ四文字熟語があるじゃないですか「古福劇場」って、えーまあ、あ,とあとで自分で調べてください。 つまり、えー、国の王がですねこの国はうまくまとめられてるんだろうかというふうに心配になって古代中国ですねで城の外の城下町で話を聞いてみたそうすると王様が素晴らしい人でで、えー、なんだろうなこの国はうまくいってますと、いうふうに王をたたえたでそうかそうかと安心したんだけど心配になって城下町を出て田舎に行ったと田舎の村で聞いてみたらいやなんかあうまくいってるよまあ本当にいい国だよっていうふうに国を褒めたたえ最初の城下町で王を褒めたたえ 田舎にいたら国,を国を褒め叩いたでそうかそうかと安心しかけたんですけどもですねそれでも不安になってさらに田舎に行ったらですねそしたらなんかただ単に太ったおっさんがですね、えー、鼻歌歌いながらポン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 ってお腹をたたいてる服ですねつまりお腹で鼓を打ってる状態ポン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 たたいてるで劇場っていうのはむちを持って駒をたたいてるとつまりこう回ってる駒を駒を回した紐でこでパンパンパンとたたいてさらに駒を回してると。 毎日食べるものがあって楽しくて俺は歌ってるよとでこんな風に歌って駒を回していや幸せだと王様がなんだ政治がなんだ国がなんだそんなことは俺関係ないああ、俺は楽しい楽しいという歌を歌ってるのを聞いて王様は初めてそれで安心してですね、えー、城に帰ったという話があるんですけどもこれが正しい国家の状態というかですね一番幸せな状態なんですねあの国民が国のことを意識せず国民が一丸になったりせずにみんなが過疎化って のことをやりながら、ななんとなく楽しいい状態っていうのが、国家の理想状態なんですそれに比べてこの「えー、隠れ右翼のです、ね」の昭和の古代進君が考えている、えー、国民が国家のことを憂えてで、えー、日本国民が一丸となっている状態というのは国家の非常時であって全然良くない状態なんですね。だから <laughs> あの君が死ぬ愛国者ならですね愛国者なんか存在しない世界を望むべきなんですよあの消防士が望むのはみんなが火事に対して警戒しまくってる世界ではなくて火事っていうのがもう数十年なくて警戒心がほとんどゼロになってる状態っていうのが実は消防士が望む理想の世界なはずなんですね。でもそうはいかないから事前の策としてみんな火事とかに気をつけてください火の始末をしてくださいっていうのがまあ事前の策であって ですね、あの日本国民が一丸となることはなくなる方がいいんですよね。まあ、それがあの真実だと思います。